皆さんに協力してほしいことがあります。はい、この動画をご覧になっている皆さん、質問コーナーをやりたい。やりたーい。あのですね、質問コーナー私たち皆さんから募集してやったことがないんですよ。ない、一回もない。一回もないよね。なんか100の質問とかをサイトから引っ張ってきてやったことあるんですけど、うん、みんなからね、こういって Q&A したことがないので、この度パラスティカもやっていきたいと思います。やったね。コメント欄とかに書いていただいて、あ、後々動画を出すっていうスタイルね。あ、そうだ、それはね、編集がめんどくさいからじゃあやんなかったんだよ。そうなんだよ。絶対にやばいぞ。絶対にやばいと思うの。やばいと思うのにやりたいと言った私、この気持ち。でもこの気持ちは何だろう。質問は、このコメント欄だけで受け付けたいと思いますので、この動画のね、はい、この動画のこの動画のコメント欄だけ。 Twitter とかで来てもそちら答えません。この動画に絶対書いてくれ。厳しい人じゃん。厳しいよ、こちらは。めちゃくちゃ厳しい人じゃん。いや、何でもいいですよ。まあ、答えられる範囲でうちらはね、何でもやる系 YouTuber として来てますので。そうそうそう、食べ物何が好きとかでもいいですし、いいよ、どういう彼氏と付き合ってきたんですかとか、そういうのでもいいですから、いい、ね、何でもお待ちしております。もう私一番多く来るコメントも分かっちゃったわ。何、喧嘩しないんですか。あ、おふざけんな、それはなしだ。もうそれはもうここで答えとく。しねえって。喧嘩はしねえよって。マジでどうやってすんのかわかんないんだよね、やり方。喧嘩のやり方を知りたい。知りたいよ。喧嘩の練習する動画とか出す、今度。出したいよね、うん、でもさ、うちらさ、人の怒ってる姿とか見ると結構笑っちゃうタイプだから、多分喧嘩向いてないんだよ。本当にダメなところでさ、例えば、うん、マジで人が切ってるとことか見ても容易に吹き出すもんね。いや、もう本当にやばい。だからこれ絶対、なんか会社とかに就職してたら、うん、マジやばかったと思う。首だよ、首。首ですよ、本当に。ということで、この動画にて質問を募集したいと思います。動画をね、出すあれをまだ決めてませんので。年内中に出したいっていう気持ちあるから。そうだね。まあ、だから12月の半ばとか。ああ、そうね。それぐらいまでにしようか。うん。それまでに、じゃあ下の質問、コメント欄に書いてください。別に、選ぶのはうちらなんで、まあ、みんな一人何個でもいいですよ、別に。うん、確かに。そこは。うん。ちょっとこんな緩い感じになりましたけれども、皆さんからの質問を私たちはとても楽しみにしています。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。